えもんには昔耳があったんだ。体の色も本当は黄色でね。猫型だからネズミにも強かったんだよ。じゃあなんで。ある日安らかに昼寝をしていると、やっと今日で退院だね。よかったよかった。そんでまあそのなんだ、君の耳は飾りみたいなものだからあまり気にしないように。これが僕。おい君大丈夫か。大変だ。